ここがメガラニカ。間違いない、シャアだ。やつが来たんだ。ターゲットが来るぞ。袖付き以前のネオジオン。正面にブレイク反応。まずは行ってみよう。また俺やってやる。カミーユ君、あの後大丈夫だと思う。ああ、あなたですか。覚えてますよ。お久しぶりです。この戦いいつになったら終わるんでしょうね。カミーユ・ヴィラン、最も優れたニュータイプと言われた少年か。なんか、さらにブレイクイン。これは何格だっけ。リベルグ第一次。あ、ガンダムファイターの。じゃないよ、ユネイさん。アリアルサーシェス、アルケーガンダムも健在か。さあ、もっと楽しませてくれよ。戦場ではしゃぐな、お手押し者が。戦場にガキ？俺が育てたガキじゃなさそうだな。育てた？誰のこと？こちら！何がいい？王女はしない。行けよ！まだやれるぞ。目標を捉えた。ダブルオーライザー、戦闘を開始する。本物のソレスタルビーイング来た。これはスーパーガンダム。あれは可変型のガンダムだ。ガンダムマイスター、刹那 F セイエイ君、支援するので戦闘を続行してください。了解。ダブルオー、目標を駆逐する。よう、久しぶりだな、クルジスのガキ。いや、もうクルジスの兄ちゃんか。アリアルサーシス、面白いぞ。ソレスタルなんたら、貴様の歪みを俺が断ち切る。二人はどういう関係なの。テスラ君は中東の紛争地帯、クルジス共和国の少年兵だった。彼を訓練したのがガンダム。これはとんでもねえ兵器だ。戦争の試合がある。まだまだ戦い足りねえ。もっと俺を楽しむ。僕が一番ガンダムをうまく使えるんだ。貴様、人がいっぱい死んでいくのを感じないのか。なんだと。人間の命が、消えていく。命は、命は力だって。空を支える力。アリアルソーシス。セスラ君、決着は他のマイスターがつけてくれる。今は焦らないで。ブレイク現象を修復して、あなたも必ず西暦の時代に送ります。了解、録音。今度はグリプスザクティターズの登場ね。ザフトのモビルスーツみたいな言い方。地球連邦軍のハイザックに。見てろよクリス、俺だってやれるんだ。アマンカーン。お前と私は互いに引き合うものがあるようだ。相手が誰だろうと、この役と動画に乗った俺なら。ギュネイガスジュン、ネオジオンの強化人。間違いない、あれはガンダムだ。あれをやりゃ大佐だろうが総帥だろうが。総帥って、見せてもらおう。第一次第二次ネオジオン戦争が攻撃してる。俺たちは歪みを飛ばす。それだろ、バルツ。特別な力を感じる。だがニュータイプでも強化人間でもない。何者なんだ。俺たちはソレスタルビーン、戦争根絶を目指す。戦争の根絶ね。本気でできると思ってんのか。言われるまでもない。俺はニュータイプになって、いざという時に大佐を止められる男になりたいだけだ。今回の戦争は俺にとってはチャンスなんだ。クソ、こんな。よし、ヤクト動画のブレイクアウトを確認した。愚かなる人間たちに思い知らせる時が来たのだ。今や地中圏は我々ネオジオンのものだと。ハマンカーン、貴様は戦いの源を生むだけだ。子供のセリフは聞けないな。人の思いというものは
しやすいぞ少年。私を迷わせようとするとは生意気な。やめろ、ハマン。世界の都合というものを洞察できない男は排除すべきだ。人は分かり合えるはずだ。人類がそれほど賢い存在だと思っているのか。愚劣な。それは違うぞ。違う。なんというパワーだ。もし戦うのに理由がいるのならこの怒りこそがそうなんだ。人に吐き出すものなど。やった、キュベレイをハマー様をブレイクアウトさせられた。世界の歪みは正されつつある。怒りに飲まれるな。使いこなせ神呼びだ。感謝します、ガンダムマイスター。これで西暦の時代のガンダムたちブレイクアウトできたね。でもカミーユ君はブレイクアウトしない。まだ彼に関わるデータが。メガラニカにいるのはそれ付きの大将フルフロンタル大佐のネオジオン部のはずだけど、いない可能性が高いのね。そもそもユニコーンガンダムが見当たらん。当然獅子も戻ってきていない。他にもガンダムが。どうやら私はフロンタル大佐でもシャア総帥でもなく、シャア大佐。一年戦争に確かジオングパイロットは。ガンダムの新型か。この機体アムロ、ウォルトは見えるぞ。オートロタイム。違うな、シャアを名乗っている。あなたは僕の知っているタイムじゃない。何者なんですか。私を誰だと思っているのだ。カミーユ君、彼は4番目の名前。勇敢だな。軍人ともゲリラとも思えんが。あなたは何やってるんです、こんなところで。戦争とはこういうものだと理解した。戦士がここにいるはずなのは私からの短歌だ。そう、フルフロンタル大佐の拠点攻略用巨大モビルアーマーネオジオングだ。今回のブレイク現象はフロンタル大佐さんよりシャア大佐。やはり未完成を期待か。皮肉なことにジオングの完成度から連邦が作り出すことになる。強化人間を使って。強化人間だって。裏サメ研究所で開発されたサイコミ搭載のモビルアーマー。認めたくないものだな。自分自身の若さゆえの過ちというもの。本来フルフロンタル大佐が待ち受ける場所に若き日のシャア・アズナブル大佐。今回のブレイク現象だが、やはりカミーユ美団との紐づきが強い。シャア大佐は後のクワトロ大尉ハマーンガーンとのフェリクス戦役で戦ってる。大佐、大尉ニュータイプは戦争。やったわカミーユ君、これで。アーガナに帰ろう、ファーの声が聞きたい。ジオング、ゼータガンダムともにブレイクアウト。このミッションのブレイク修正を確認した。なんだかすごいミッションだったね。ラプラスの箱の中にジオングが入ってたってことじゃないでしょうね。もうそれでいい気がしてきた。どんな力じゃ勝てませんでした。君とは